外です、一旦外、さらに開いて神谷、あとはクロスを入れるタイミング、中に入ってきます、縦パス、高橋大悟シュート、同点、高橋大悟 J1 初ゴール、リーグ戦での J1 初ゴールになりました、同点、出してと受けて戸田さん合いました、まあ、うまく左で作ってまあ、右から入ってきた選手にうまくスルーボールが出てると思うんですけども、まあ、神谷の体の向きとそうですね、目線で考えた時にセレッソさんからするとここじゃなかったんでしょうね、はい、あそこをうまく出して受けてのところでスペースをつきましたから、あとはまあ転がりに対する合わせ方も非常にうまかったと思いますね、結構難しいボールだと思うんですが体を伸ばしながら丁寧に当てていると思います、